どうもこんにちは。今日はヒョウモントカゲモドキのカイル君の体重の方を測っていきたいと思います。まずゼロに合わせて、カイル君ね、前回の体重何歩だったっけな、それを見返さないと。よいしょ、ヒョウモンヒョウモンメモ取ったのは、前回飼育16ヶ月目の時に、体重が 53g、 今回ですね飼育17ヶ月目でございます。ちょっとメモの用意だけして、よいしょ、はい、こんな感じで撮ってきたので、はいよ、乗ってよ。ちょうどね、昨日脱皮終わりました。で、体重が 2g プラスの55か。よいしょ。55g。地味に増えてるね。飼育15ヶ月目で51、16で53、17で55。っていうような感じでね、ちょびちょび増えてる感じはしますね。てか、でかくなってるもんな、お前。ちょっとね、このヒョウモントカゲに白地って見にくいんかな。なんか台紙が黒いのあったらいいなとは思うんだけど、なんか黒いのないかな。黒い方が見やすいよね。そうでもない。ちょっと黒いの取ってくるか。ちょっとカイル君待機しとってくれるかな。あったあった、黒いの。これでね、完璧。よし。こんな感じでね、割りかしね、最近ね、すごい食欲。もうね、何でもがっつくよ。イエコーにデュビア。このね、2匹、今のところメインになってきて、もうね、どんどん食べるから、結構ね、本当に食べてくれます、今。なんでね、成長はね、本当に目に見て、実感できるぐらい、尻尾はだいぶぷくりましたね。うん。尻尾はだいぶぷくってきた、この尻尾。こんな感じか。で、胴体もね、割と太ってきたけど、もうちょっとデブになってほしい。で、前回食わねえって言ってたけど、あれただね、寒さかな。食い始めたけど、食い始めたすぐだから、太ってなかったんかなっていうのは、なんかね、今更だけどね、そういう感じかな。まあ、まあね、そう考えちゃそうなんだよね。だって食い始めてすぐに太るわけじゃないからね。脱皮を重ねていって太るから、うん。食べてるけど痩せてるっていう。ね、あれもね、ちょっとあれだったかな。ちょっと悪かったかな。で、今は、本当にね、どんどん食べてます。で、ワームも、まあ、チートは食べる。どちらかというと、今この子はね、デュビアがお好きなようですね。デュビアね、あまりに余ってるから、唯一のね、デュビア処理班の一人、カイル君でございますね。あとは、ラドとザレンがね、食べてくれてますけど、ちょっとお前、元気すぎるんだよ。もうちょっとおとなしくおれんか。もうちょっとおとなしく。なんか箱に入れるか。あ、箱あったわ。よいしょ。オッケーやな。これに入れよう。よし、これで一段落や。はい。こんな感じで。だいぶ太った。太ったっていうか、確実にね、体型の方は変わりました。もう尻尾がね、変わったし、ちょっとお腹周りもね、ちょっとぽっちゃりしてきたかなっていう感じですね。まあ、まだまだ太ってほしいっていうのはあるんですけれども、餌食いがね、とにかく良くなったっていうのは、ありがたいです。とことん餌食いは良くなりましたよ。本当に。全然、うん、前とは違う。で、やっとね、大きくなり始めたって感じかな。餌をちゃんと食べ始めて、ようやく成長し始めた。で、前は餌をよく食べてるけど、まだ食べ始めたばっかりだから、ちょっとね、こう成長していないっていうのは、あったんじゃないかなと、ここに来てね、思います。まあ、やっぱり春まで様子を見た甲斐がありましたね。ちょっと様子見てみたらどうと、ショップさんにも言われましたから。まあ、様子を見てる限り、まあ、今のところね、ええ感じですよ。ええ感じって言ってもあれだけど、ヒョウモントカゲが今、うんちしてますね。出た？すっきりしたようですね。でね、結構食ってるんですよ。で、結構食ってる。いい時にね、こんな感じ。糞で言うとこれぐらいの量が出てます。大体。てか、昨日も出てなかったっけ、糞。いやー、ちょっと糞の上歩くの。汚い。それは汚い。いやー、そうそうそう。短いお手手だけど、お腹がうんちっちに擦れてるよ。うんちっちに擦れてるよ。うんちっちしたせいで多分重さが 1g ぐらい減ったんやないんかな、これ。ちょっとお前、うんこの上、まあ確かにそこ狭いから仕方ないけど、まあというような感じでね、今ね、すごいこの子食うし、結構ね、面白いぐらいね、動き回ってね、順調なんですよ。
割と風もねこんな感じでよいしょドアップでいくと結構まあ大きめの風もしてくれてます。まあねそれぐらい本当にね日頃食べてくれてるっていう感じでございます。もう今のところ順調やね、順調。はい、ペロペロしてるのはいいけど、俺その後お前持たないといけないんだよ。その後ベニトカゲとアカメカブトトカゲとクレスが待ち寄るけど、まあその子たちはねちょっとまた後半ですね。うん、あとフロストもちょっと取っとこうか。まあちょっといっぺんには取れないんで、まあ用事があったりするんでね。はい、こんな感じで。コーンスネークじゃなくてお前はヒョウモンとかじゃん。カイル君、ちょ、はい、ええか。ちょっとでかいうんちが出たけど、まああれです。こんな感じで今のところ順調になりました。順調になったっていうか、まあ元々悪かったのかどうか知れないけど、まあ元の体重がねだんだん元に戻ってきてる感じですね。やっぱり12月とか1月2月体重が減りますね。で3月これぐらいからかな。前もそうだったもんな。これぐらいからだんだん増えてきたもんな体重で、冬になって減って増えてっていう感じがちょっとね飼育してて続いてますからね。まあちょっとまたねあの様子を見ながらねいろいろ見ていきたいなとは思います。いろいろっていうかまあいろいろですよね。まあこんな感じで見守っていこうかなと思いますので、またね質問とかリクエストありましたら動画のコメント欄の方にお願いいたします。ご視聴の方ありがとうございました。